人生は変えられる、石井隆です。今回は2024年7月3日預金封鎖のシグナルはこれだというテーマでお届けしていきます。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回なぜこの動画を撮ろうと思ったのかというと、2024年7月3日に預金封鎖が起きるかもしれないと言われているからです。もちろんね、 100% 起きるということではないですよ。起きるとしたらこのタイミングかなというふうに言われているので、じゃあそのためのシグナルは何なのか、あらかじめ察知しておいたらより対策が取れるのではないかというふうに思いまして、今回3つのシグナルについてお伝えしていきますので、ぜひこの動画最後までご覧ください。ではシグナルその1、金融機関に注目しようということですね。まあ銀行ですね。預金封鎖の直前っていうのは銀行が怪しい動きを見せる可能性があると。例えば突然 ATM を24時間稼働しますよとか、 ATM は夜11時までです、12時までですとか、 ATM の稼働時間を長くしていくという可能性も考えられます。なぜこれを事前にやるかというと、もし預金封鎖が起きたら ATM に大行列ができるからですね。そうなると夜11時12時まで ATM を開けておかなければいけないので、それを預金封鎖の当日に変更するっていうのはちょっと無理があると思うので、それよりもね、ちょっと前にATM の稼働時間を伸ばすことにいたしましたとかあったらやばいぞと。これはやりそうですよね。もちろん早めにこの対策を金融機関としてもしておかないと、預金の取り付け騒ぎが起きた時にシステム障害ですとかなったら困るじゃないですか。そのシステム障害がもしあるとしたら、預金封鎖の前にね、どんなシステムエラーが起きるのかとかチェックしておかなければいけないので、この ATM の稼働時間が長くなるとか、金融機関が怪しい動きをしないかどうかというのを6月中は注意しておいてください。あと突然銀行が大規模なリストラを発表しますとか、あと銀行が突然支店を閉鎖しますとか、そういったニュースが6月に流れたら、これはいよいよ預金封鎖の可能性があるぞというシグナルだとも言われています。その2、政府が突然政策を変更するということですね。今までこれをやっていたんですが、こうしますみたいな感じで何か岸田政権が発表をすると。そうなるとその発表というのはもしかして預金封鎖の前に打たれた一手なのかもしれないということで、この6月中の政策の変更というのは気にしていく必要があると思います。突然子供には手当を増額しますよとか、突然中小企業にはお金を配りますよとか、何か6月にそういった発表があったとしたら、経済が悪化することが分かっているから今のうちに手を打とうとしているということなので、この政府の一挙手一投足に注意をする、これはね、6月中は必要かなと思います。他にはどんなことが考えられるかというと、金融の引き締め政策とか、あまりお金を貸しませんよと言ってくる可能性もありますし、あとは通貨の流通を制限してくる、日本円を外貨には両替しないでねとか、両替したら税金かけるよとか、そういったことを言ってくる可能性もあります。それいよいよやばいです。あと6月中に〇〇特別措置法みたいな感じで、なんか特別な措置をするみたいな、そういった発表も危険らしいので、これも頭に入れておきましょう。そして3つ目、市場の動向です。まあ市場っていうのは株式市場とか、まあ円高円安みたいなね、為替市場とか、そういったことがどれだけ6月に乱高下するのかということですね。新しい円が、預金封鎖が行われそうだから日本は売りだってなるのかもしれないし、いやいや今のうちに何か株を買っとくべきだということも起きるかもしれません。で、これなぜこういったことが起きるのかというと、預金封鎖すると当然ですが経済停滞しますよね。それは誰にでもわかると思います。じゃ経済が停滞したら株価も下がるのかというと、これまたそうでもないらしいんですよね。以前の1946年とか、そういった時期には、預金封鎖されて日本経済ボロボロなのに株価だけは上がった株価もあったり、そういったこともあったらしいので、過去の教訓から学ぶとしたら、じゃあ、預金封鎖が起きる前に株を買えみたいな人たちも現れるかもしれないわけですよ。そうなると突然株が上がるかもしれないし、いやいや、そんなのは昔の話で、今こそ日本株は売りだみたいになるかもしれないんで、とにかく乱高下が起きるとね、株式市場の乱高下、そして円相場の乱高下というのが6月中に起きたら、これはちょっと何かのシグナルかなと思ってください。他には金、銀の異常な高騰というのもあります。円が厳しいとなると金を買おう、銀を買おうという人が殺到します。なので金、銀の値動きというのもね、突然上がってきたら、これは預金封鎖かもしれないと、シグナルだと思ってください。こんな感じで3つのシグナルお伝えしていきましたが、いかがでしたでしょうか。意外とこの3つのシグナル起きそうじゃないですか。このシグナルに関してはあまりにも起きそうだとしか言いようがありません。なので起きないことを祈るばかりです。特に株式市場の乱高下とか、FX の乱高下とか、日本円の円安円高の乱高下とか、これは起きそうですよね。だからなんか FX でこう10倍100倍とかのレバレッジを効かせるっていう人はもうなんか狩りに遭うだけなので、
今このね、6月に関しては、まあ、手仕舞いしておいた方がいいんじゃないかなと。まあ、僕ね、その FX 詳しくないんで、僕なんかのアドバイスはどうでもいいと思う方いるかもしれないんですが、まあ、乱高下がある可能性が6月はあるよということだけでも知っておくと、ちょっとでも資金を避難できるんじゃないかなと思います。今回もご視聴ありがとうございました。人生を変える学びがあったという方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。